前回の動画で紹介した通り、体内記憶とは子供が母親の体内にいた時の記憶を指しますが、今回はその真実性についてお話ししたいと思います。子供の体内記憶について紹介している池川明氏の言説に対する批判は多数なされていますが、その代表として孫美浩氏による批判があります。具体的には、幼児期の記憶は長期には定着せず、過去に見聞きしたものによって偽の記憶が構築されてしまうことがあるため、信憑性が低いというものです。また、多くの子供が空の上から母を見ていた、母を選んで生まれてきたなどと同じような記憶を語っているのは、おそらく質問の仕方によるもので、子供には質問者の期待に応えようという心理があったのではないかと思われるとしており、体内記憶に科学的根拠はないと述べています。そして、子供が親を選んできたとすると、どのような親に育てられても子供の自己責任にすることができるため、虐待を肯定することにもなりうることを示唆しています。大門正行氏は、体内記憶に対する批判は大きく、体内記憶に科学的根拠はない、本当の記憶ではないということに関する点と、体内記憶の親を選んで生まれてくるという部分を受け入れるとすれば、すべて子供の自己責任にすることができるという倫理に関する点に集約できると述べています。そして、子供が同じような記憶を語っているのは、質問の仕方によるもので、子供には質問者の期待に応えようという心理があったのではないかと思われるという批判について、キリスト教信者であった両親の信仰を根底から揺さぶったという事例や、本人が知らないはずの事実と合致する中間性記憶に関する発言で、両親を驚かせた事例もあることを紹介しています。従って、人物や発言内容に、捜索や虚偽がないかを真剣に検討されていない事例については不備があるという可能性があることは否定できませんが、科学的にその原理を説明することが困難であっても、真実性について真剣に検討するべき事例も少なからずあることは否定できません。また、倫理に関する点は体内記憶の真実性という点とは区別して考えるべきであると言えるでしょう。大門正行氏は、体内記憶の真実性を見極める方法として、第三者から見た客観性という点で事実との合致が特に重要なのだと述べており、そのような項目を満たした事例として、誕生時に同席した人物を正しく列挙した、帝王切開で生まれた子が、突然明るくなって驚いたと語った。体内にいた時に母親がよく聞いていた歌を突然歌い出した。両親の結婚式の様子を正しく描写したなどという事例があったことを述べています。また、飯田文彦氏も彼の本の読者から届いた手紙の内容として、両親となっている二人の男女が結婚式を挙げているところや、両親が神社にお参りして、赤ちゃんを授かりますようにと祈願しているところを生まれる前に見たという子供の話を紹介しています。他にも、結婚式の時に母親が白いドレスでとても綺麗だったという具体的な記憶があったことや、前世についての記憶を持つ子供もいたといいます。懐疑論者からすると、体内記憶は十分な客観性があるとは言えず、子どもの想像やどこかで親や家族が話した内容を覚えていただけという可能性も捨てきれないという反論もありえますが、具体的な記憶や客観的に検証された前世記憶などとの整合性を考えていくことで、そのような弱点を補う可能性があると言えるかもしれません。最後に、人生観や生き方に変化をもたらす霊的変容体験を誘発する現象は、臨死体験、お迎え体験、神秘体験など多様ですが、子供が語る体内記憶が
親の霊的変容をもたらすという事例も報告されています。子供たちの体内記憶に接したことで人生観を大きく変え、自分が地球に生まれてきた使命について考え、使命に沿った人生を送るべく模索している人もおり、体内記憶の中には臨死体験、お迎え体験、神秘体験などと同様に霊的変容体験として見られる事例があります。このように体内記憶を霊的変容体験の一つとして、それが人生において果たす意味という視点から見ていくことで、真実性についてこれまでとは違った視点から見えてくるかもしれません。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。